さて続いての特集は震災で兄を亡くした男性の思いです。神戸市須磨区の男性が語り部活動を続ける父親の思いを継ごうと自らも語り部となることを決意しました。二十歳の若さで亡くなった兄の生きた証を残すため、そして父親の背中を追って新たな一歩を踏み出した男性を取材しました。実際避難所はどんな状況やったのかとか、その運営、そんな話を聞きたいというご依頼だったので。神戸を拠点に阪神淡路大震災の経験を伝える団体、語り部神戸1995。ちょっとそろそろ僕が、一緒にこの語り部に入って引き継いでいかないとダメなんじゃないかなという思いで、今年からメンバーに入らせていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。会合に参加したのは在日コリアンで神戸市須磨区に住むチェ・ミンブさんと息子のスヨンさん。父親のミンブさんは2011年から活動してきました。息子のスヨンさんが加わったのは去年2月。人前で語ったことはまだありません。これが亡くなった兄で次男の菅です。当時の大学時代の写真です。これだけ持ち歩いてます。はい。兄の菅さんは震災で若くして亡くなりました。この茶色い建物が私の実家なんですけども、当時の場所そのままです。今は3階建てだったんですけど、当時2階建て。でそれで震災があって、この2階がこの南にずれた、この1階の家に乗った、そのままここです。この辺り車上げるジャッキとかで、で隙間を開けて、でそこで探して瓦礫をまたどけてっていうのでやっと見つけましたね。はい、うん。まあ忘れないですね、うん、見つけた時の瞬間は忘れないですね。震災でチェさん一家が住んでいた神戸市須磨区千歳町では47人の犠牲者が出ました。チェさんの家も倒壊。民部さんとスヨンさんは2階で寝ていたため無事でしたが、スガンさんは1階で建物の下敷きになり帰らぬ人となりました。スガンさんは当時20歳。成人式に参加するため東京の大学から神戸に帰省していました。助け出してる顔見たら、もう左半分はものすごくきれいで、右半分はもうどすくらい紫でうっ血してる。それを見た途端涙が出て、涙が出て、こらえよう思ったらこらえることできない、次から涙。出かけるときは家族全員一緒。毎年旅行にも行くなど仲が良かったチェさん一家。中でもスガンさんは正義感が強く頼りになる存在でした。よく喧嘩して帰ってきてました。で、まあそれでも負けずに帰ってきてたり、その上でも勉強がすごいできて、成績優秀だったんですよね。まあ僕からするとすごいかっこいい兄でしたね。震災で息子を失った民部さんは、災害時に自分の命を守ってほしいという思いから、これまで
若い世代に経験を語り継いできました。話し合わせる過程で一つ一つ確認して地域住民の方と本当にいざという時にどのように対応すればいいかを真剣に感じているわけ。それに君らが我々と一緒に行動をしてくれたらものすごく助かる、ものすごく君らが大きい力になるし原動力になる。そんな父も82歳。スヨンさんは父が高齢になり兄を失った悔しさや震災の恐ろしさを自らも伝えようと思うようになりました。今度は自分の番です。亡くなった兄のためにっていうところが一応大きかったと思うんですけども、高齢なので82歳になって、まあ、そう昔すごい元気だった父を見ながら最近はこうしんどそうな姿をよく見るんで、まあいよいよちょっと動き出さないといけないかなっていう感じになって、まあ、それがきっかけですね。はい、親子での講演の依頼を受けた2人。スヨンさんは直前まで何を話すべきか悩んでいました。いや寝れてないですね、はい、朝今日4時に起きたそういう性格です。ちょっと寝れないんですよそういう前日って、はい、まあ、緊張すると思うんですけどもなんとか、はい、できると思います。スヨンが思ってることを率直に述べればそれでいいんちゃうかな、うん、そうやね、うん、それは難しく考えることになるかな、まあ、ヒョンニの分まで頑張りますんで見ておいてください。行ってきます。行ってきます。スヨンさんにとって初めての講演会。およそ40人の大学生を前に話します。そんなだけショックが多かった。初めに民部さんが変わらぬ震災への思いを伝えます。本当に震災の怖さ恐ろしさそういうものを、君たちが分かってほしい、恐ろしい、怖い、知るべきである。それから出発してほしいと思います。皆様、お疲れ様です。こうやって皆さんの前で、お話しすることにが初めてなので、すごい緊張しております。まさか兄が亡くなるとは思わなかったですし、まさか大きな地震が兵庫県で発生するとは思わなかった。逃げ遅れて、まだ生きている方が助けを求めていましたが、日が回り水も出ず助けることができず、そのまま亡くなる方をこの目の前で、僕も見ました。本当につらかったです。何よりも兄を亡くしたことが一番つらかったですし、これからどうやって生きていけばいいのかなと、毎日泣きながら過ごしました。震災を経験していない学生たちに命の尊さを熱く語りかけます。あの時やっておけばよかった、あの時声をかけていればよかった、あの時連絡しておけばよかった、まあ、後悔するんだったら行動して後悔しましょう。やってから後悔しましょう、まあ、時間は戻ってきません、命も戻ってきません。亡くなった人の話を聞くっていう機会が今までなくて、そういったところでも、今回のこの講義を聞くことができてよかったかなと思っています。蔡さんのようなそのような人に積極的に活動して、なっていきたいなと思いました。伝えることって、まあ、簡単じゃないかなと思います。まあ、自分の思い
をそのままお話したんですけども、まあいい話ができたかはちょっとわからないんですけどもね、まあ、素直に自分の気持ちを伝えれたんじゃないかなとは思います。はい、いやもう十分やっていけると思う。私より上手いかも私アドバイスするようなことではない。十分、うん、大丈夫。アドバイス欲しいね神戸市長田区にある西神戸朝鮮初級学校。震災の発生後にチェさん一家はここで避難生活を送りました。スガンさんの遺体も運び込まれ、教室で葬儀を執り行いました。家族で最後の時間を過ごした場所です。真ん中に兄の遺体、まあ、もちろんこのちゃんとしたものはなかったんで、ただ布団を敷いてそこでまあまあ寝かしている状況でしたね。看護家のサイズがちっちゃくて、それであのなんか泣きながら無理やり入れた記憶があります。はい、まあかわいそうでしたね。この学校にはスヨンさんの三男サンギ君が通っています。ここでパパが寝とってこの教室、その時水も出へんし電気もないし、水出ないよ震災で。飲むもんとか、飲むもんもなかった。救援物資、救援物資、うん、全国から救援物資が届いたから、うん、でここに発狂に救援物資が来てみんなで分けて食べて飲んでしょって。うん、うん、結構きつかつらいで参議できないでしょ、うん、みんな発狂に避難して。スヨンさんはこの日初めて避難生活について息子に伝えました。電気とかなかったら夜どうしてたの？夜ろうそくや、ろうそく、ろうそく立てて、うん、最初はな、こころうそくで、こころうそくやで、で地震が余震が来るから、余震が来たらみんな外に出て廊下に出たり外に運動場に出たりしとったもん。だから夜も寝られへんかったずっと、うん、まあ、でも三人に話できてよかった、うん、知らんかったもんね、うんうん、そうやな、三人これからちょっとずつ勉強していかな、なそこら辺は、うん、まあ聞く機会ないもんね、うんうん、この日は枚方市で講演です。初めて県外で一人で語ります。舞台に向かって右側からチェ・スヨンさんです。よろしくお願いします。今回は震災当時を知る人たちも多くいました。29年経っても決して消えることのない記憶を語ります。自宅は全壊全焼、震災当日からもう家もなくなって行くところもない、周りは火の海でした。で地域すべてが潰れて燃え、消防隊は水が出ないホースを持ちながら立ち尽くしてました。で逃げ遅れてまだ生きている方が助けを求めていたんですけども、火の回りも早く水も出ず助けることができず、そのまま亡くなる方を僕もこの目で見ました、まあ、母親も。そして活動にかける思いを伝えます。兄を助けないといけない。震災で一番感じたことは人の命とはです。兄を亡くして思いました。人間はいつ死ぬかわからないなって、人間の寿命は決まってるんだなって、いつ何が起こるかわからない、それを17歳の時に感じました。成功するか失敗するかわからないですけども、チャレンジは必要だと思います。今ある当たり前の環境に対して周りで支えてくれる方が必ずいます。私も父と同じように震災について語り継ぐこと、
当時助けてくれた方々への感謝の気持ちを忘れずに、自分の経験談が誰かのためになり勇気になればと思います。負けましたですね。人間って強いなっていうのは思いましたし、感動しました。万全の体制を取っておくということがね、大切だと。でそれを地域の方にね、話をしていくというのを聞いて、ああやっぱりな、そうやな、まあ、無事に終えれてまずは良かったかなと。多分兄は自分が亡くなったことを気づいてないんで、うん、まあ、そういう無念な思いもありますし、そういう気持ちも感じながら話をしてます。いやしかし寒い、東京の方が寒くない？うん、まだ寒くなかったけど、うん、兵庫の方が寒いな。兵庫の方が寒い？うん、東京の方が寒そうや。スヨンさんの長男ウンギさん、スヨンさんや亡くなったスガンさんも通っていた東京にある朝鮮大学校の1年生です。学校が冬休みに入り、およそ5ヶ月ぶりに神戸に帰省しました。お願いします。久しぶりの夏以来やな。また大きなったんちゃう？大きくなりました。あんまり大きなったらもうこの上見ながら見なあかんやん。まあ来年29年は、まあ、そういうひっそり民部さんが暮らす実家にスヨンさんとウンギさんが訪れ、この日は3世代が集まりました。まあ、そういう側に思っているわ。ウンギさんは19歳、叔父のスガンさんが震災で亡くなったのは今の自分より一つだけ上の20歳です。20歳って言ったら社会に出る準備もしてますし、やっぱ一番難しい時期ですけど、やっぱ楽しい時期というか、まあ、自分もその大学に通ってめちゃくちゃ楽しいですし、実際そうなったら怖いというか、普通にこの年代で亡くなるっていうのはやっぱり悔しい。見てないやん、ね、だけどもやっぱりよく見てる。私がやってることとかお父さんがやってることとか、まあそれやっぱ大事やろね。だから祖父民部さんから語り部としての思いを受け継いだ父の思いに触れました。だから兄が亡くなってで大学、まあ、自分がその今後語り部とか別に今は思ってないですけど、やっぱりそういう活動っていうのは自分でもまあしていかないといけないと思いますし、まあ、知らない人がいっぱいおると思うんで、やっぱこういうのを伝えていかないと、言われてやるんじゃなくて自分で行動すべきだなといろいろ思います。まあでもその日はね、やっぱり朝それをやってるっていうことだけ東京で感じてくれたらいいと思うし、1月10日を忘れると、うん、まあ自分内で黙祷を捧げるとか、うん、今の自分のその判断で何をするべきか、うん、でそれを自分がよく考えてやってくれれば、まあ、山中も喜んでくれるんちゃうかな。あの日から29年、息子のために何ができるのか、その一心で
この29年の日々を生きてきた民部さん、スヨンさんに思いを託します。息子のためには第一番であって、息子の無念さを忘れない、ずっとやってほしいなあいう、まあ、続けてほしい、うん、私はあと何年できるか分かんないけども、期待してるよ。いやいや、もうやるだけなんで、はい、それはもう父の意思を継いでできる限りやります。厳しい兄だったんで、まあ、そういうところは褒めてくれつつ、まだまだやることはあるんじゃないかっていうふうに思ってるんじゃないでしょうか、はい。父親の思いを受け継いで間もなく1年、スヨンさんはこれからも兄が生きた証を後世に語り継いでいきます。